の駅に電車が着くたび、エスカレーターに溢れる人よ。この黒の服は誰が選んだのか。就職してまだ一年では、学生気分抜けていなくて、自分の肩書きを忘れてしまう。ただ言われたまま、以前なんかは聞かれてないと、ようやく分かったら一人前だ。人間関係いくつになっても同じさ、微妙なバランスをとって、誰とも揉めない色を脱いでしまったら、きっと楽になるのに、ちゃんと我慢をするのが大人。つま先が痛くなってきて、もう遠い場所には行けないよ。Bye.